これどうすればいいの？それは…ん？この女の人誰？私は高橋さんの将来の妻、七瀬です。え？そうなんだ。やろ？今すぐ高橋さんのそばから消えてください。え？ギャルバーサス激おも最高女。僕の名前は田中康介、生徒会で書務をやっています。今日はとある会社に職業体験をさせていただきに来ています。おお、ここがモノホンのオフィス。本物の会社で職業体験か。緊張するな。おーい、ん？君たちが三上さんと田中くんだね。うちのことはさっきでいいよ。今回君たちの担当させてもらうことになった高橋です。よろしく。ああ、タカポンね。やらってクマやばってマジメンゴ、いきなり失礼なこと言っちゃって。うん、大丈夫だよ。確かにあまり寝れてないしね。え、どれくらい寝てないんですか？今日で3日目くらいかな。まあ、ヤバタニエンちゃん、早く家帰ってお休みした方が良くない？大人は好きな時に寝れないんだよ。もしかしてこことんでもない会社なんじゃ。うちの会社はいわゆるブラックだからね。行っちゃうんだ。ブラックか、なんか点上げしてきたな。なんでですか？だってそれだけやりがい増し増しってことじゃね。あの子、部長に気に入られるか不安だ。すぐに心折れなきゃいいけど。よし、ブラック会社頑張ろう。今日からお世話になる三上咲と田中康介です。みんなよろー。はあ、会社にギャルじゃが。仕事になんねえじゃねえか。早速不穏、果たしてどうなるのか。マジすごいね、こんなことできるんだ。あ、すごいかな。うん、スーパーサラリーマンっしょ。ギャル、資料のコピーは？はいはい、さっきうちやっといたよ。おお、ありがとう。めちゃくちゃ受け入れられてる。超地味だったからデコっといてあげたよ。デコ？それはさすがにまずいんじゃ。可愛くてグッド。でしょでしょ。いいんだ。ここはこういじれば。おお、すごいな、画像の編集できるのか。写真撮るのが好きなのでたまにこのソフト使うんです。他にもあったら回してください。あの子はあの子で普通に仕事できてるし。おい高橋、なんだあの高校生二人は。やばい。いいな。え？仕事もできるし場の雰囲気も明るくなるし最高じゃないか。いいんだ。でも本当に彼女たちが来てくれたおかげで仕事が効率よく進んでる気がする。みんなタピオカ買ってきたから飲んでね。ありがとう、サキちゃん。ギャルすごすぎ。ねえタカポン、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。あ、何ですか？七瀬さん。おかえりなさい、高橋さん。ありがとうございます。七瀬さん、この人は同居人の七瀬さん。マッチングアプリで出会った女性で、普通にしているとものすごい美人なんだけど、まさか3日も帰ってこれないと思いませんでした。ええ、あと1時間帰ってくるのが遅かったらクソ上司を手にかけなきゃいけないところでしたよ。本気なんだよな。私から高橋さんを3日も引き離すなんて許せません。この通り、七瀬さんの恋はちょっと異常だ。さあ、高橋さんのためにフルコース作らせたのでゆっくり食べてください。ありがとうございます。いつもながら豪華だ。お、どうかしましたか？いえ、何でもないです。香水の匂いしっかりついてる。これは女性のものですね。高橋さんの部署に女性？でもこれはそのどの香水とも違う。女子高生に人気のブランド。高橋さんに近づく女がいる。よーし、今日も一日ギャルパワーで頑張るよ。わー、今日はここ数日準備してた取引がある日。緊張するな。タカポン。お、ファンに振るんですか？無理やりにでも笑顔作るとね、脳が、あ、今楽しいんだって勘違いしてくれるんだって。だから無理にでも口角上げればきっと楽しく仕事できるよ。あ、サキさん。笑えばオールオッケーっしょ。
はい、頑張ります。会長はすごいな。楽しそうですね、高橋さん。七瀬さん、どうしてここに。私の会社が高橋さんの会社と取引があったので、ちょっとお邪魔してるだけですよ。そんなことより、高橋さん、その高校生と妙に仲良さそうじゃありませんか。やっぱり若い女の子の方がいいんですか。違くて、この子たちはただの職場体験なんです。あ、お世話になってます。へえ。高橋、その子たちの世話係だから、ここんとこべったりだよな。ちょ、ロリコン野郎。なるほど。違うんですよ、七瀬さん、さきさんも説明して。うん、うちとタカポンはただのマブダチだよ。マブダチって。大丈夫ですよ、高橋さん。わかってます、高橋さんがロリコンじゃないって。ロリコン？そのギャル JK が高橋さんをたぶらかそうとしてるだけですよね。え？なんでブチギレの？そうやってすぐ男にすがる。やめてください、子供ですよ。子供だからです。今のうちに駆除しておかないと。駆除ってなんだし、うちは虫じゃないんだけど。マジサゲポよ。つか、うちが誰と仲良くしても関係なくね。関係あります。やめてくださいよ、二人とも。なんか蚊帳の外だな、僕。なんか高橋血は喧嘩で忙しそうだな。ったく、会社に女連れ込んでんじゃねえよ。ちょ、お前、取引先の人が待ってるからお茶出しといてくれや。え、僕ですか。俺あの人苦手なんだわ。よろちくび。まったく、いつまで待たせるんだ。失礼します。うん、お茶です。ずいぶん若いな、新入社員か。ああ、いえ、僕は職場体験に来てる高校生でして。なに、散々待たせた挙句、高校生に相手をさせるだと。舐めてるのか、ふざけるな。クレーム、熱い。どうしました。どういうことですか、これは一体。すみません、僕がお茶を出したら怒られてしまって。君が高橋君かね。高校生にお茶組みをさせて自分は遊んでたのかい。いい気なもんだ。やっべ、知らんぷりしとこ。申し訳ありません。ふん、見るからに無能そうな男だ。どうせ高校生という自分より下の人間をこき使ってエツに入っているんだろう。まったく人間性を疑いよ。高橋さんはそんな人じゃ。いいんだ、田中君。返す言葉もございません。完全にこちらの不手際です。申し訳ありませんでした。高橋さん、頼む、これで丸く収まってくれ。ふん、おいお前、もう一度お茶を持ってこい。え、お飲みになるんですか。そうじゃない、高橋君の頭にお茶をぶっかけてやろうと思ってね。謝られたって気が済まん。それくらいやってやっと気が晴れるわ。そんな。ん？できないのか？契約切ってもいいんだぞ。ほら、早くお茶を持ってくるんだ。何してんの？え、ごめん。てっきりウォーターフェスティバル開催されたのかと思って。違うの？違いますよ。ウケる。ウケない。何をする小娘が。だってそっちが先に田中にお茶ぶっかけたんじゃん。それにタカポンにもかけようとしてたし、勘違いしてもしょうがなくね。ってのは冗談で、完全に悪意でお茶ぶっかけたってことっしょ。それも立場が弱くて抵抗できない人間捕まえて。うち的にはそっちのがマジ人間性疑うんですけど。会長、その点は女子高生に同意です。七瀬さん、あなたみたいな下劣な人間よりも高校生をかばって頭を下げられる高橋さんの方がよっぽど人間性が優れてると私は思います。なんだと。自分の人間性を疑った方がいいですね、何か被害を被る前に。へえ。おい、お前何したんだ。う、急にお得意様が取引をやめると言い出したぞ。それも理由がお前の人間性のなさと言ってる。そんな。何億という損失だぞ、首じゃ済まない。そんな。今すぐ戻ってこい。くそ。あらあら、
足元はちゃんと見ないと救われますよ。マジウケる。強い。若い。七瀬っち、超かっこよかったわ。マジスカッと。サキさんこそ、高橋さんを守ってくれてありがとうございます。さっきまでぶつかり合ってたけど。和解してくれたみたいでよかった。トリマ仲良し記念にプリ取りに行こうよ、七瀬っち。ちょっと待ってください。え？高橋さんとあなたがなぜあんなに仲睦まじげにしていたか、理由をちゃんと聞いていませんよ。う詳しく話しましょう。場合によってはね。解決してなかった。今日は見てくれてありがとね。他の SNS も絶対フォローしてね。田中、この後ダピローゼ。いや会長、この後生徒会やりますよ。秒で戻るから早く行くよ。待ってください。